科学がまだ未発達ですから、医学的にも科学的にも当時は分かっていないにもかかわらず、先ほどのような距離、ね、ソーシャルディスタンスも自然に取れて、あとよく皆さん時代劇で平安時代の奥公家同士が、ね、ひそひそ話するときにここに扇子を口に当てて、ちょっとちょっとあそこの、ね、女官はかわゆいのとか、そういう話をひそひそ話、その時に必ず扇子で口を塞ぐ、あれもそうなんですよ。それから時代劇で今はしょられてるね、お家元、当時の江戸時代までの女性はお歯黒っていう、ね、歯を真っ黒く、あれもウイルス対策の一つなんですよ。だから日本の女性が当時江戸時代まで非常に強かった、健康でね、生活は本当に大変だったと思うんですよね。それでも健康になったのは、その麹とかそういう食べ物に入ってるその様々な 細菌類プラス漆喰とか その超アルカリ性、同じく超アルカリ性 の黒いお歯黒、あんな不気味なものをね、あれ今ね、今の時代劇ね、映画でもテレビドラマでも見てね、側室の綺麗な女性がね、おほほほって笑って白い歯が見えてるでしょ、あれでね、ああ面白いな、ええな、殿様はとか思えるんですけどね、本当はね、おほほほって口が開いたら真っ黒の歯が見えるんですよ。怖いんですよこれ、ゾゾゾって、これ俺食われるんかこれかってね、もうそれがでも体には良かったんですよ。感染症対策、ちょっとね、食べ物の中に細菌やウイルスが入っていても、うん、お歯黒の超アルカリ性の、ね、なんか薬剤で殺せたんですよ。それぐらいね、あ、皆さんあれだから大阪府知事さんかな、市長さんか言ったでしょ、苦し紛れにコルゲンのうがい効果で、うがい薬でうがいしとけば新型コロナ大丈夫ですよって、大阪市長でしたっけね、知事さんが苦し紛れに行ったと思うんですけど、あれ事実なんですよ、あれウイルス殺せるんです。もうそのね、北の新地とかそういうところの水商売の女性はみんな知ってます。だから知事さんはね、そういうところによく出入りしてたんですよそういうね、水商売の女性がちょっとそのやばいなと思った時にコルゲン効果のうがい薬でうがいしてたら、あ、ごめんなさい、一つさすがお家元もよく思いますね、帰ったら一回で、それで基礎人であんまりうがいするとね、帰って常在菌まで殺すから、そうらしいですね、だから帰ってちょっと薄めて家に帰った時にうがい、基礎人でうがいするだけです、はい、うん、で結構ここに菌ってそうらしいですね、だから、はい、そんな簡単に入りにいかないから、残ってる間に、はい、で2秒ぐらいで死ぬみたいな、そうらしいですね、もうあっという間にコロナウイルスが、そりゃそうだね、はい、すぐ死ぬ、だからもうちょっとそれを考え、で今ダメなのはアルコール消毒をやりすぎて、それです、胃腸を壊してる人がいっぱいいるでしょ、はい、下痢してるとか、その方が怖い、はい、あとね、手も荒れてますし、アルコールで、あとマスクもね、これももうね、医者でもないのにこんなことを言うと何なんですか、だから全部責任は八木直樹に押し付けるんですけどね、マスクしてるとね、通常マスクしてない時の呼吸量に比べて肺に酸素が行く量が減るんですよ、うん、それから肺の中の二酸化炭素を吐き出す時も完全に出ないから、いわゆる換気が行き届かないんです、肺の中に、そうすると免疫力が落ちるんですよ、だから逆効果なんですよ本当は、だから僕なんかね、もう親御さんもそうですが、マスクなんかしないんですよ、でただ最近ね、マスク警察とかなんか言って電車に乗るとね、なんか行ってくる人いるでしょ、
僕の東京の秘書もなんか絡まれて言われてたって聞いたんですけどね、お家元も僕もね絶対寄ってきません、睨みつけますから近づいてる、ね、なんかすごい人気があるのかなと思われるんですか、乗ったら俺の顔見たんですいや、ほんまなんです。で、これまたね、責任を矢作直樹に転嫁したらかわいそうな話なんですけどね、皆さんご存知ですか、この水、水を凍らすと、まあ、こういうふうに結晶し、ま、結晶になります。でこの結晶になるときに例えばこの水に対していい気持ちを持ちながら、ね、凍らせたらきれいな結晶になる。ところがね、恨みつらみの気持ちで水を用意して凍らしたら変な形になると、こういうのをやった、先生がいらっしゃって、まあ僕もね半信半疑だったんですよ。そんなこともあるのかな、まあありそうだな、でもあんまり正確なそんなことばっかり言うと物理学会から追い出されるしと思ってたんですよ。この前ね、その、もうその言い出した先生は亡くなられて、今お弟子さんがやってるんですけど、お弟子さんが実験してみたと。コロナ、新型コロナウイルスですね、のウイルスが入ってる、それを培養させてる容器のところに接した水を凍らせるんですよ。そしたら当然変な形の、きれいでない結晶になる。その同じ水でも、その感謝の念を新型コロナウイルスに起こりながら凍らしたらきれいになるんです。ということは、感謝しておけば新型コロナウイルスの影響は非常に軽減されると言ってきたんですね。これはね、一理あると思うんですよ。あのね、はい、全然この後ろに軸があるでしょ、あれね、ソシジって読むんです。あれで一文字でソシジですね。一文字でソシジって読むんです。あれはね、ウガンブリに示す、申す、示す、申す、あれ雷になってるけど、モースなんですね、はい、で下に主って書いてある、はい、でこれで一字で祖師字って言うんですけど、これちゃんとした日本にある字なんですよ。普通の辞典では出ないですけど、古いあれで見るとこの字が出てくるんです。で意味は愛と感謝と調和なんです。ほう、この3つの意味がこの字の中にある。その3つの意味を一言で祖師字って言うんです。